第3課ではビジネス戦略と策定手順について見ていきます。ビジネス戦略というのはその会社が行っている事業が成功するために立てる戦略ということなんですが、このビジネス戦略というのは経営戦略やマーケティング戦略をこうさらに具体的にしたものなんです。で、このビジネス戦略を策定するための手順といたしまして、まずはその会社の企業理念であるとか、あるいはその企業ビジョンなんかをこう踏まえた上ですね、つまりその会社の方向性っていうのをこう踏まえた上で、ビジネス環境を分析していったり、あるいはビジネス戦略をこう立案していきましょう。で、立案を行った後、その具体的な戦略目標をこう定めていくわけですね。で、その戦略目標が定まったら、その目標達成のための主要成功要因、CSF とありますけれども、これは、クリティカルサクセスファクターの頭文字を取ったものです。この、CSF を明確にしていきます。で、次に、この目標を達成するために、じゃあ、どの程度達成していったのかっていうその度合いをどうやって測っていくのか、その達成の度合いを測るための指標というのを設定しまして、評価をしていきます。で、最後、その設定した評価指標についてモニタリングしていって、じゃあその目標がどの程度達成していってるかっていうのをこう眺めていきましょうと、気にしていきましょうといった流れになります。以上、第3課でした。